は PS11 大人のバイク時間モトライズから参りました延時成美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回のイベントは心を一つに東北を走ろうを合言葉に、東日本大震災から5年目となる今、震災を風化させずに復興支援を続けていきたい、そしてライダー目線から、どういった部分で支援できるか共に歩んでいこうという意味が込められております。本日は皆さんご覧の通り100名以上のライダーの方々が参加してくださいました。上は岩手から、そして下はなんと大阪から来ていただいて、まあ、今とはね、そうでしょうねって感じもあるんですけど、大阪からも来てくださった方がいらっしゃるそうです。本当にありがとうございます。ということで、ライダーによる東北サポートとしての初開催となる今回のイベントです。改めてお礼を申し上げたいと思います。皆様本日はよろしくお願いいたします。そしてすでにご覧いただいた方もいらっしゃるかと思いますが、後ろの方ちょっと今ねライダーの方々も立たれているので見えにくいかと思いますが、 ありがとうございます。ちょっとねずれていただきました。せっかくですので後ろを少しだけご覧ください。後ろには皆様ファスターサンズ XSR900 や SR400 を中心としてオートバイのみならずファッションやカスタムを楽しむ世界、これを日本でもこれから広めていこうというヤマハらしい哲学の提案です。知らなかったとねおっしゃった方もいらっしゃいますが大丈夫です。私も今回勉強させていただきましたので、ぜひねこの日本からということですから、ここにいらっしゃる皆様から一緒にヤマハと一緒に提案していけたらいいなと思っております。そして私自身も実は、昨日ですね東京からここ仙台まで走ってきました。で1日でだいたいここまで370キロぐらいか走ったんですけど、1日で一気にそれだけ走ってここまで来るというのが初めてでして、早速ですね、まあ、この股関節の部分が筋肉痛になっておりましてさっきも裏でスタッフさんに、あ、筋肉痛やっぱりこれだけ走るとなるんですねなんて言ってたんですけど、皆様もちょっとね走って体が疲れてる部分もあるかと思いますが、美味しいものもありますので召し上がりながら楽しんで今日過ごしていただきたいと思います。そして私もここまで来たツーリングの話たくさん皆様と共有していきたいんですけど、多分待ってらっしゃるスペシャルゲストの方がいらっしゃいますので、そちらの方をお先にお呼びしたいなと思います。ということでご登場していただきましょう。2006年トリノ五輪金メダリスト、プロフィギュアスケーターの荒川静香さんです。どうぞおかけください。よろしくお願いします。お願いします。荒川さん、今日はパレードも、はいはい、先頭で走っていただいてどうでしたか？はい、そうですね、私なんかは本当にいつまでたっても初心者ライダーなんですけれども、こうやってサーキットを走るのは初めてだったので、すごく貴重な走りといいますか、皆さんと走らせていただきまして、嬉しかったですね。ミラー越しにですね、はい、私も後ろも走らせていただいてたんですけど、荒川さんがすごい笑顔だったんですよ。楽しかったです。すごい、なんか普段私も子供が生まれてから、はい、なかなか自由にバイクを乗ることができなくなってしまって、うん、それでやはりこういう機会をいただけるとすごくなんか全てのことを頭がこうリセットされるといいますか、リフレッシュされるので楽しかったですね。ちょっと無心になれるといいますか、はい、ね、ちょっとそんな中ミラー越しの荒川さんの笑顔に癒されながらサーキットも私もね走らせていただいたんですけど、実は荒川さんはこの、宮城ですか、東北で育ったとお聞きしてるんですけど。はい、そうなんですね。2歳になる直前から高校卒業するまでずっと仙台で過ごしておりましたので、はい、もうほとんど私の記憶の中では仙台時代しかこう育ってきた時代が記憶にないぐらい、それぐらい宮城なんですよね、地元が。もうその宮城で 2歳からですか？そうですね、2歳になるちょっと前ってなると、そのスケートとの出会いとかもこちらで。そうです、はい、スケートは5歳から始めたので、多分仙台に父の転勤で来ることがなかったらスケートと出会うことももしかしたらなかったんじゃないかなと。家族にスケートと縁がある人がいるわけではなくて、たまたま遊びに行ったスケートリンクでスケートというものを初めて見て、あ、やってみたいってやったものだったので。
何がきっかけになるか分かんないなと思って、バイクとの出会いもそうなんですけども、たまたま乗ってみたいなとそれまでに思ったことが、バイクに乗っている方をたくさん見てもあまりそうふと思ったことがなかったんですが、たまたまね、こう自分が車運転してる時に隣に止まったのが女性の髪の毛の長いヘルメットが出てるライダーを見て、あ、私バイク乗ったことないなと思って、それで、あ、バイクってかっこいいな、こんな大きいバイクを女性でも乗れるんだっていうことに目が止まったのがきっかけだったので、でもそのね、普通に車で走ってて目についた女性ライダーを見てすぐ免許取りに行くっていうのもすごい行動力ですよね。いや、大人になるとなかなかやってみたいなと思っても、いろんな状況を考えると一歩が踏み出せないことたくさんあると思うんですけど、いっぱいありますよね。ここは一歩を踏み出せないと縁がなくなっちゃうと思って、バイクはね、そのまま教習所にその日に行ったのが今につながっているので、やっぱりそうやって一歩を踏み出すことで違った世界に自分がこう身を置くことができる素晴らしさというのを、もう身をもって体験しました。へ、その違った世界っていう、このバイクの世界っていうのは見てみた時、はい、どんな世界が広がってましたか？全くの先入観なしで入ったので、全てが真新しい自分の中に入ってくるもので、こう色塗り色付けされていくような感じ、もう新しい、こんなに30年生きてきて知らないことがたくさんあるんだっていうのがすごく新鮮で、すごい気分転換になりました。こう免許取っている時から、ちょうどなんて言うんでしょう、自分自身が29だった時で、あと何ヶ月か、はい、2ヶ月とかで30になる、その30になるまでの間に何か一つ達成したいなと思ったんです。あ、免許取ることを目標にしようって思ったのが20代最後の目標だったので、それもあってですね、加速しました、バイクへの熱が。でも今日はやっぱりそのね、生まれ育った、生まれではないですね、育った、はい、この東北でこれだけライダーの方々が集まってくださるって嬉しいですよね。そうですね、私の友人でもたくさん、実は東京の友人よりも仙台の友人の方がバイク乗ってる人多いんですよ、はい、あ、そうなんですね。そうなんです、うんうん、なので昔から勧められてはいたんです、男の人ですけども、面白いよって、でも言われてもなかなか自分からこう行動することがなかったので、私が免許取ったって言った時はみんなびっくりしてましたけれども。いや、そうですよね。そうなんです、だって全くそういった、ね、ご家族でいるわけでもない中で、はい、いきなり自長性の父も母も持ってるんです、バイクの免許。あ、そうなんですか。ですけれども、なんか父がもともと好きで乗りたくて取って、で母もツーリングするときに免許を持ってたら楽しいからって言って、私は子供のときに母が免許取ってるところに ついてきた記憶があるんですよ。だから母も持ってるんですけど、その後なかなか私のスケートの送り迎えとかが忙しくなってしまって、はい、バイクとの縁がないまま私は大人になってだったので、母は多分免許を取っただけで外で乗ったことないと思います。あ、でもみんな家族みんな持ってる、実は持ってるっていう、それってバイクに限らず車でもやっぱ免許のあるある話かもしれないですよね。免許を持ってるけどなかなかきっかけがないっていう。そうなんです。この東北はどこかバイクで走られたことっていうのは、はい、あるんですか？東北はね、実はないですね。初めてでした今回、ね、はい、というのも東北に今でも、今はね東京に拠点を置いてらっしゃいますけど、はい、結構帰ってこられるってお話をお伺いしていて、ほとんど月に1回はほとんど帰ってきてます。それって何か、知り合いの方がとかですか？仕事で来るケースもありますし、はい、あとは今スケートの練習をするのにやっぱり落ち着いて重点的に練習したいっていう時は仙台に帰ってきて練習します。もう完全にホームですね。そうなんですよ、多分 帰るっていう感覚なんです。行くというよりは今もう東京に住んでからもずっと仙台に行くというよりは仙台に帰るっていう感覚なので、そういう時に、あ、自分はやっぱりなんか宮城出身っていう意識があるんだなって自分で思います。でも今回そのやっぱ東日本大震災のやっぱり、ね、こう支援も兼ねて何かできたらっていう部分でイベントも開かせていただいてるんですけど、はい、この結構それだけ、ね、こちらまで足を運んでると、震災前と後で荒川さんから実際に目で見た変化とかってありますか？ありますね。私はもう震災起きてもう1ヶ月も経たないうちにやっと東北自動車道が全部こう通行止めがこう解除された時に自分で運転してきて、はい、まだもう道もガタガタ
亀裂が入ったりしながらしてる時に来たので、そういう壊滅的な被害もこう自分の目で確認をしながら沿岸部になんかも、そこから自分自身で何ができるのか、今どんなことが必要なのかっていうことを知りたい、知らないとこう やろうとすることが見えてこないと思ったので来たんですね。でその時にやはり見た状況から月日をこう重ねるごとに変わっていく様子をもうずっと見ているので、今かなり壊れたものは修復すれば戻りますけれども、やはり人の活気とか笑顔とかがもうやっぱり増えてきたなと。でもやっぱ完全ではない、まだまだまだその復興への力が必要なところがたくさんあるっていうのも感じるので、やはり風化させないようにこう自分自身が頻繁に定期的に訪れて、何が今の地元には必要なのかっていうことをリサーチするということも一つなのかなと。でそこから見出せることが復興への一つでも力になれば嬉しいなというふうに思います。だいぶやっぱり前を向いてね、皆さんの頑張ってる姿が、ね、はい、見られるのやっぱり熊本の方でもありましたけど、実際支援にしに行った方々が元気を逆にもらってしまうっていう声よく聞きますよね。そうなんですね、やはりもうなんて言葉をかけたらいいんだろうっていう気持ちで行って、逆になんか元気をもらうぐらいこうたくましく立ち上がろうとしている様子なんかを感じると、あ、もうやはり人のこういう活気ってこう伝わっていくんだな、それであればやっぱ元気のある人が元気を運んでいかなきゃいけないんだな、それが今必要だなっていうのを最初震災後は感じていました。なので最初はね、スケートとかこういうイベントとかを自粛した方がいいんじゃないかっていうムードにあった時も、やっぱできる人ができることをやって活気だとか笑顔とかそういったものを広めていく必要がある、そのためにあるイベントだったりアスリートの姿であったりっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。それが一つのできることかなと。そうなってくると、このやっぱりライダーの方々がこれだけ集まってくださって、このライダー目線でできる支援っていうのは一体どういったところなのかなっていうのを、結構ずっとね、やっぱりこれからも今この瞬間も結構課題で皆さん考えるところだとは思うんですけれども、はい、荒川さんご自身はやっぱりバイクに乗れるライダーとしての目線でいうとどういったところが、やっぱりバイクに乗る方々ってでいろんなバックグラウンドを持った方々がいても、はい、一つ共通するのはバイクが好き、乗ることにこう楽しみを持っている、でそれによって自分自身がこうなんか生き生きしている部分であると思うんですね。そういう共通点を通じてなんかつながる人とコミュニケーションを取ったりっていう機会を乗ることによって、バイクに、ね、乗ってると、あ、何のバイク乗ってるんですかとか、どこ行くんですかとか、全然知らない人にでも声がかけられてしまうなんか力ってあるじゃないですか、うん、そういったなんかつながりを持てるところってすごく大きな一つのコミュニケーションの輪であったり、人の人をつなぐ力になるんじゃないのかなというふうに思うので、何かを無理してこう立ち上げたりやろうとすることだけが支援ではなくて、そういう何か人とつながる機会を持つことがライダーもできる一つの自然体なものなんじゃないかなと思います。確かに一人だとちょっとどうしていいのかなって、はい、私自身もすごく考える時期があって、何ができるかなと思って、現地に行って一人で行っても、まあね、宿泊先とかも全部自分で、結局周りの力借りて現地の方々の、ね、力借りる側になっちゃうんじゃないかなとか、でもそんな中でこういったイベントがあると皆さんで、ね、気軽に参加して街を走るだけでも、はい、何かしらこう気持ちでつながれる部分何かしら支援につながっていくのかなとか、そういうふうに私は願いたいなと思うんですけれども ね、実際に昨日走らせていただくと、今稲がすごく綺麗ですね。そうですね、もうすぐ収穫だと思うので、見られました皆さん、田んぼキラッキラでしたよね。私こんなスタッフさんにですね、黄色でって言ったら、それ黄金色って言うんだよって言われたんですけどそうそう、黄金色って言って、まさに黄金色、今が一番田んぼの、ね、脇を走るには気持ちいい時期じゃないかなって思っていて、はい、こう東北、せっかくですから荒川さんに、皆さんが東北走る上でこの辺りが綺麗だよとか、美味しいグルメでも何かしら紹介していただきたいなって思うんですけど。そうですね、まあ、東北は
はやっぱり東北自動車道は走っていてまっすぐの道が多いので、はい、気持ちいいなと思いますね。私はよくバイクではなくて車で走る機会が多かったので、景色なんかは車からでしたけれども、今度実際にバイクで走ったらまた違った感じを受けて、季節を感じたり、そうですね、できるのでいいなと思うんですけれども、やっぱり東北食べ物が美味しいんですよね。美味しいですよね。そのお米だったり、はい、いろんなものを、美味しいものを生かすのって水だと思うんですけれども、はい、私も育ってきた仙台は水道をひねったらどこの家庭でもそのまま水道水飲めるっていうのが当たり前で育ってきたのが、東京に行ったら、あら、なんか水って匂いがするんでしたっけみたいな。そうです。でも実は東京の人はそれもそれが当たり前になっちゃってて気づかないんですよね。売ってるんだろうって子供の頃思ったんですよ。買うのが、ね、当たり前になっちゃってますね。私とかも水は買ってお金を出して飲むみたいに。シャワー飲んでましたからね。私飲めますよ仙台。本当ですか。はい、都会の方は知らないですよ。私は結構リフっていうところで育って、はい、そこはね結構水は良くて何の匂いもだからしないんですよ。へー。東京だとちょっと塩素の匂いとかカルキの匂いとか、いや、しますよね。そういうのがないの でそれでやっぱり美味しいお米をいいお水で炊いたらすごい美味しくできる。それを標準として生きてきたら、東京に行って、あ、それが標準ではなかったんだって。はい、そうです。だいぶ羨ましいなって恵まれてるなっていう感じがしますよね。はい、自然の恵みですね。大事だなと。食べ物を楽しむ上で水も大事ですし、とにかく東北は美味しいものがたくさんあるので、あまり他の場所に行ってこれすごい美味しいからって勧められて感動できることが少ないという寂しさはあるんですよ。ちょっと基準がね、東北基準だと美味しいものが多いので、この値段出したらもっとすごいご飯も出てきちゃうなみたいなことが東京ではよく起こるんですけど、仙台ではリーズナブルに美味しいものがたくさんあるので、ぜひぜひそういうグルメも楽しんで行かれてほしいなと思います。やっぱりそういうのはサービスエリアとか、サービスエリアも面白いですよ。国見とか菅生とか、ね、おお、今出ましたよ、国見とか菅生とか。面白いですよ。もう寄られてきた方とかいらっしゃいます？まだ、意外といらっしゃらないですね。じゃあこれからもしかしたら、ね、ぜひ寄ってみて。遠くにしかないものがたくさんあるので、美味しいものもありますし、もういろんな、ね、楽しみ方ができる東北ですね。はい、でもそういった意味でやっぱり多くの方に来ていただきたいですよね。そうですね。やっぱりなかなかね、人の活気を戻すためには多くの方が訪れるということで、はい、一つ叶うことだと思うので、そういった部分ではライダーの方がこう身一つでこう、うん、バイクと一緒にあっちこっち訪れるチャンスを握っているとしたら、行ってみてほしいなと思います。確かにそのチャンス、それはもう誰もが持っているものですもん ね。 そ, うですね。それをこう一歩踏み出すか踏み出さないかっていうのでもまた支援の仕方が変わってくる。はい、でまたサービスエリアとかってライダーの方多いじゃないですか。出会いますね。はい、一つなんか縁ができたりとかね、するのも素敵だなと思います。ありがとうございます。さあ、もうあっという間です。実はもうこれ多分30分1時間ぐらいは全然喋れるんですけど、私も聞きたいことまだね、皆さんも聞きたいことあると思うんですが、ちょっとね、お時間が実はもう過ぎてしまいましたので、こちらトークショーの方は一旦区切らせていただきたいと思うんですが、またこの後荒川さんには皆さんとの記念撮影、そしてオークションなどもね、一緒に参加していただきたいなと思いますので、あ、オークションで募金ですね、はい、募金で、はい、最後にありますステージ募金、14時15分からですね参加していただきますので、それまで少しだけお休みいただきたいと思います。でも最後に皆様に一言、はい、いいですか。そうですね、今日皆様と走らせていただいてすごくいい思い出、記念になりました。で、皆様がこれからも健康で、そしてまたたくさんの場所にバイクとともに訪れて、一つでもいい思い出がたくさん増えることを願っております。そしてまた東北の復興がどんどん進むことを、そのためには皆さんの目で一度どんな状況が今あって何が必要なのかということをご確認いただく機会にもなると思いますので、皆さんぜひぜひ安全運転で楽しんでいろんなところを訪れてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。スペシャルゲストの荒川静香さんでした。なんかもう来ていただいてすぐまだまだ来てお話があったんですけど、でも皆さん
どちらからいらっしゃってる方が今多いんでしょうかね。もう東北だよっていう方々。多いですね。さっきもう上から下まで全国からとか言った割にはほとんど東北の方々でありがとうございます。やっぱり東北の、ね、魅力、食べ物って聞くと、昨日お話ししたんですけど、バイクに乗ってると意外とカロリーを消費してるっていう話で盛り上がりまして、でも痩せない理由は食べ物を求めて走るからだってね、言ってたんですよね。あーってね、でも納得してらっしゃいますけど、だけど美味しいものまだまだたくさんあると思います。まあ皆様東北の方々がね多いということですけど、私もちょっとまだ今日一日ありますから、引き続き食べながらね楽しみたいなと思います。さあここからは、続きましてチャリティーオークションに移ってまいりたいと思います。